和島光一は日本の元プロボクサーで元 WBAWBC 世界スーパーウェルター級王者。現在はボクシング事務会長でタレント。団子屋の経営も行っていた。本名は和島光一。カラフト出身、北海道市別市育ち。血液型は B 型。世界スーパーウェルター級王座を3度獲得。縁の男の異名をお持ち。 カエル飛び、等で知られる変則右ボクサーであった。具志堅用を、ガッツ石松、輪島の三人でボクシング界の重鎮として共演することが多い。プロボクサーの輪島大戦は、次男、ジャニーズジュニアの輪島大生は孫にあたる。輪島の生まれ故郷のカラフトが3歳の時ソ連に選挙され、北海道に移住した。死別開拓作業に輪島の両親は苦労した。 過酷な労働を強いられるも暮らしは楽にならず、幼少期は日々の食事にも困るばかりか、冬になると自宅でも投資の危険性にさらされながら夜を過ごしたという。一時期駆動村に養子に出された。養父母に養われていた。中学時代は夕方から明け方までいかつり用の仕事もした。大人たちは明け方から寝るが、輪島は学校へ行く時間。 寝る時間は授業中しかない生活が続く。放課後、寮に出るまでの時間、友達と野球をして楽しむ。その当時から、和島は、超人的なスタミナや波外れたど根性が培われた。いつもは喧嘩などはしない和島だったが、友達をいじめたり暴れたりする上級生がいれば、巨さん。と立ち上がり、1対1で、バスケットボールのゾーンで殴り合い、相手を任して、 正義の味方と呼ばれた。決して乱暴者や不良ではなく、わんぱくだが、友達思いの優しい少年であった。後に所属するサン・ハサマ・ボクシングジムの会長、サン・サコヒト氏は、輪島のすごいところは苦労人にありがちな暗い表情が、全くなく、底抜けに明るくて、ひょうきんなところだ。たくさんの友人がいて、みんなが楽しそうにしてるのを見たら、 和島の人柄がわかるでしょうと和島を表している。寮では船酔いがひどく、私別高校を中退し上京。トラックの運転手などいくつかの仕事を経た後、住み込みの土木作業員として働いていた。和島本人が後年語ったところによれば、当時は若く体力があり余っており、ついた中過酷な肉体労働をしても疲労を感じないことに、奇妙なストレスを感じていたという。 そしてある日、作業現場からの帰り道にあったことから頻繁に練習風景を眺めていたサンハサマボクシングジムに入門。この時のことを、輪島は一生懸命稼いだ金を酒や爆打のようなくだらないことに使いたくなかった。道場に通えば疲れてくたくたになるまで思う存分ボクシングに没頭できる。毎日見ていて面白そうだったし。 ちょうどいいじゃないかと思ったと実感している。その後も和島は、事務通いを続け、半年後には、プロライセンスを取得するまでに腕を上げる。そしてボクシングを始めて約1年後に当たる1968年6月15日、プロボクサーとしては、当時極めて遅い25歳でデビューしその後7、連続小勝ちを収めた。試合のオファーはかませ犬役として、多く、 二つ返事で試合を受けたため、試合間隔が三週間弱の時もあった。翌1969年には、全日本ウェルター級新人王となった。なおこの時期は島は勤務していた建設会社の社長から、ボクシングでの活躍を認められ、正社員に昇格。社員として身分を保証するとともに、プロボクサー活動に専念することを許された。百六十九年九月四日。 日本スーパーウェルター級王座獲得。10月には12戦全勝の勢いに乗って2階級下の世界王者、ペドロ・アディグとノンタイトルマッチで対戦したが、初回戸で敗れ、東京時計会以下大学附属病院に運び込まれた。和島陣営はスーパーウェルター級で世界王者になるのは難しいと考え、アディグに勝てばスーパーライト級で、 世界王座に挑戦させようとしていたため、輪島は厳しい減量をして臨んでいた。アディグ戦から4ヶ月後、輪島は日本王座をジョージ・カーターに奪われるが、2ヶ月後の再戦で王座に復帰した文献1。1971年10月31日、東京、両国の日大行動で世界初挑戦。WBA、WBC 世界。 スーパーウェルター級王者カルメロボッシに挑む。素早いダッキングで相手の視界から消え、次の瞬間跳ね上がるようにしながらパンチを繰り出す。カエル飛びで一躍有名になる。試合は15回判定勝ちを収め、世界王座を獲得した文献に。この頃からサンハサマ会長の実刑の長男正弘が輪島の付け人やスパーリングパートナーを務めていた。しかし、 当の試合は、軍事忍ぶに、あんなのはボクシングではないと告評されてしまった。翌1972年5月7日、福岡スポーツセンターでの初防衛戦では、ドメニコチベリアに、開始1分49秒で小勝ち、文献3、その後は、マット・ドノワン、文献4、竜、ソリマチ、文献5、地元、北海道で、シルバノベルチに、文献6を退け、 また二度にわたって、ミゲルデ・オリベーラから王座を防衛し、文献七、文献八、世界王座通算六度の防衛に成功。1974年6月4日、七度目の防衛戦で、オスカー・ショットガン・アルバラードと対戦し、最終15回小負けを喫し、王座から陥落した文献九。この試合で、輪島が負ったダメージは大きく。 試合後病院に直行しそのまま入院するほどだった。一時は医師から引退を進められるも、退院後間もなく、再起に向けトレーニングを再開。この頃は島は、アルバラード戦で得た教訓から、現在で言うインターバルトレーニングを導入している。そして、大座陥落から7ヶ月後の1975年1月21日、アルバラードと再戦。15回判定勝ちで接続し、 WBA WBC 大座帰り先に成功、文献10。しかし、和島陣営が、次期挑戦者を当時 WBA 世界ランキング1位の、柳住人とと発表したのに対し、WBC コミッション側は、同団体世界ランキング1位だった、ミゲルデオリベーラとの対戦を要求。両者話し合いを行うも解決を得ず、和島は、大座獲得から2ヶ月後の3月22日に、 オリベーラとの指名試合回避を理由に WBC 王座を剥奪された。同年6月7日、初防衛戦で柳住と,と対戦し、7回小負けを喫し、WBA 王座から陥落した文献11。だが、翌1976年2月17日、柳と再戦し15回小勝ち。2度目の世界王座帰り咲きを果たした文献12。 この翌日、東京、新宿区で起きた銀行強盗事件で犯人が立てこもった時、警察官は自首をして、あの、和島の根性を見習って人生をやり直してみろと言って説得している。当時、テレビのボクシング中継が衰退する一方で、まだゴールデンタイムで日本タイトルマッチが放映されることもあり、和島は日本人の持つ何は不死的な感覚を刺激して、 全国区の人気を博していた文献十三。しかしながら5月18日の初防衛戦でホセ・デュランに14回小負けを喫し三旅世界王座から陥落した文献十四。1977年6月7日3度目の世界王座帰り先をかけ WBA 王者のエディがソニードムも11回小負けを喫した文献十五。 結局この試合を最後に引退し、翌1978年春、後楽園ホールにて引退セレモニーを行った。現在は東京、西小木久保で、和島光一スポーツジムを運営。後進の指導に当たる一方、団子店、団子の和島経営、東日本ボクシング協会前会長、さらには芸能界でのタレント活動と幅広く活躍中。大相撲の横綱、 和島として活躍した和島大使といとこと言っていたことがあるが、後に本人が語ったところによれば、二人が同じ名字でプロスポーツで頂点に立ち、タレント活動をしていたことと共通点が多いため、いとこという設定で売り出したとのこと。しかし、この説明は和島直行を含む三人がいとこである、と横綱現役の頃から言われていたという事実と矛盾する。 2016年には、大使はまたいとことしている。2006年11月、元世界王者のトカシ勝夫玉熊幸と、飯田聡氏、戸田秀樹らと共に、袴田事件の再審を求める、要請書を最高裁判所に提出。元ボクサー袴田岩尾の無罪獲得のため活動を続けている。和島のボクシングスタイルは、非常に変則的なもので、 両腕を回すように動かしつつ不規則なウィービングで上体を振るファイティングポーズが最大の特徴である。この独特のリズムで相手を幻惑し、突如繰り出す強烈な左右のストレートで顔面を狙い撃つという展開を好んだ。自身の代名詞とも言えるカエル飛びなどのトリッキーな技の数々に渦漏れがちだが、前世紀に見せた瞬時の突進力とピンポイントを打ち抜く正確な強打は、 特筆に値する。また、軽重量級の選手としては、比較的ジャブを多用しない部類に入る。輪島は、試合の中で、既存のボクシングの常識ではありえない変則的な、テクニックを見せている。カエルパンチ極端に身をかがめたダッキングで、相手の視界から消え、瞬時に飛び上がるように、パンチを繰り出す技。輪島の代名詞と言えるほど有名な技だが、 実戦で繰り出したのはカルメロ防止戦で試合中盤に見せた一度だけ。通称の由来は試合中継の解説者が輪島がまるでカエルのように飛び上がりましたと発言したことから、カエル飛びアッパーとも呼ばれるが実際にはロングレンジ気味の左フックであったため適切な表現ではない。後に輪島は当てることよりも相手を興奮させる効果が真の狙いであったと述べている。 事実、ボッシュはこのパンチを見せられて、以向を明らかに冷静さを欠き、ランダで著しくスタミナを消耗している。あっち向いてホイシャイ中自らあらぬ方向に視線を向けることで、釣られて、そちらを見た相手の隙を突くという技。よそみパンチとも呼ばれる。和島本人が語るところによれば、ある時タクシーのバックミラー越しに見えた、運転手の視線の動きが非常に気になったことから、 着想を得たという。初めて使用したのは1971年のカルメルボッシ戦。輪島は引退後、ボッシに仕掛けたこの奇襲戦法について、相手はオリンピックで銀メダルまで取った選手で、テクニックじゃ絶対叶うわけがない。じゃあダメでもともとだ。やるだけやってみようと思ってパッと横を向いたんです。そうしたら向こうもそっちを見たんですよね。やってみるもんだな。 と思いましたよと語っている。ボクシングにおいて、視線を一瞬そらすフェイントは、攻防技術としてポピュラーなものだが、よそ見と形容されるほど大きく、視覚を変えてしまう例は、非常に珍しい。猫じゃらしをもむろに自らの眼全に片腕を掲げた、あと、素早く、パンチやダッキングなどに移行する技。試合展開が均衡した状況で好んで使用した、団子の輪島。 ありがとうございます。